ただいまの得点はベガルタ仙台42番富樫啓満選手の得点です。試合終了です。森岡ガスグループプレゼンツクリーンエネルギーカップ2022明治安田生命 J2 リーグ第27節岩手グルージャ森岡対ベガルタ仙台は1対5でベガルタ仙台に勝利を収めました。ということでベガルタ仙台の勝利ということになりました。まあそれでも熱い戦いをね繰り広げてくれました、はい、まずははるばる仙台からお越しいただいたベガルタ仙台サポーターの皆さんにありがとうございました。お疲れ様でした。さあそれではここからシャトルバスのご案内をいたします。はい、岩木スタジアム発ビッグプロ行きのシャトルバスは20時から随時運行いたします。ビッグプロ行きのシャトルバスは20時から随時運行いたします。盛岡駅西口行きのシャトルバスは20時5分から随時運行いたします。盛岡駅西口行きシャトルバスは20時5分から随時運行いたします。
さて、ハーフタイムにもお話ししましたが、スタジアムにお集まりの皆さん、最後まで残っていただきまして誠にありがとうございます。最後まで残っていただいた皆さんに、とっておきでとびっきりの真夏のプレゼントご用意しております。楽しみです ね、まあ、ね、岩手クルージャー盛岡サポーターの皆さんも、はい、悔しい結果ではありましたけれども、お疲れ様でした。最後まで諦めずに、ね、応援いただきましてありがとうございました。たくさんのサポーターの方々にご来場いただきました。今日はね、3000人を超えるサポーターの方々が集まっていただきました。本当にありがとうございます。雨もね、降らずに済んでよかったですね、試合中は。でもまだ道路の状態だったりとか濡れているかもしれないので、お帰りの際は気をつけて歩いていただきつつ、ただこの後ね、ちょっとしたプレゼントがあるので、その場で残っていただきたいなと思います。夏の思い出にぜひともね、この日を忘れないでいただきたいと、そして深く思い出に刻んでいただきたい、そういう思いで、はい、試合結果も含めて、思い出に残していきましょう。はい、改めましてシャトルバスのご案内です。はい、ビッグプロ行きのシャトルバスは20時から随時運行しております。盛岡駅西口行きのシャトルバスは20時5分から随時運行いたします。ビッグプロ行きは8時から、盛岡駅西口行きは8時5分から運行いたします。そして次節のお知らせです。次節もホーム戦となっております。7月23日土曜日、第28節、お相手は FC 町田ゼルビアです。岩手スタジアムにて18時キックオフです。お疲れ。次節は7月23日土曜日、お相手は FC 町田ゼルビア、ここ岩手スタジアムにて18時キックオフです。